では、ね、私たち組合から差別をなく会も、全般の実行委員会に加わるんですね、102の団体の賛同で、先ほど言いましたように数千人規模の参加で成功したと。でこの杉並区では外国籍の住民の人数が今1万7000人以上いるということで人口の 3% 以上です。仮放免の状態の人も住んでいらっしゃいます。難民であるかと思います。現在在留資格がある人でも、仕事を失ったら在留資格を失ったり、難民申請が否定されたら在留資格を失う、それからパートナーと別れたりということで在留資格を失う方もいらっしゃいます。一度の時何かの理由で在留資格を失う可能性があるという方は、この杉並でもその日々の不安を抱えています。日本に亡命してきた難民の方、日本に家族がいる方、日本生まれ育ちの方もいます。日本で生活の基盤ができている方もいます。ただ日本で安心して暮らしたいのに国に帰れないのに出国命令、退去強制の対象になっています。で収容されたり在留権利を失われて社会に見捨てられた状態になっている方もいらっしゃいます。こうした問題が起きるのは難民認定率の低さにあります。難民認定率は、2021年最近でも 0.7%、1% に満たないわけですね。でそういう形で保護が必要な人が認定されずにほとんどの申請が、否定されています。それにもかかわらず今、1回難民申請をしたら自動的に在留資格を失います。そして入管収容や仮放免になってしまうと。でこれを改正するっていうのが政府の案なんですが、これがとんでもなくて、そもそも国連難民条約の違反だということが言われています。つまり収容や釈放の決定に裁判所が関わっていない、全部入管法務省にある入管局、その動向を流す、そのために収容する入管が、難民認定をしているということで、司法裁判所によるものが関わっています。それから収容期間に上限がなく、これは拷問禁止条約に抵触すると言われています。つまり入管による長期収容というのは国際的には拷問だというふうに問題にされておるわけです。まあ、そういう国連難民条約違反のままで、3回目の難民申請、これ申請中でも、強制送還の対象になるということが問題になっております。でそもそも、この政府の法案の立法事実というのが揺らいでいるということが、まあ、国会の審議で明らかになっております。5月23日に、参議院の法務委員会の参考人質、専門家の方の質疑がありました。そこで、難民認定長年携わってきた、安倍博樹明治学院大学教授によりますと、難民審査参与員は認定の専門家ではなく保護すべき人を確実に保護できていないとして、政府が難民申請の中に難民はほとんどいないという、特定の参与員の発言を法改正の根拠としていると。それは信憑性が疑われるばかりか、命に関わる入管行政そのものの不安さが改めて浮き彫りになっております。驚くことです。難民を申請している人たちには難民がほとんどいないという参考人がいた。難民の参与人、柳瀬さんという方ですね。この方はなんか1年間に1000件もですね、難民認定に携わったと。ですね、まあ、平均して1人16分ぐらい、12分ぐらいですか。で、まあ、審査して、全部却下。ほとんど却下してるということです。で、この方、難民を探したくても、見つからない、なんていうんですね。そんなのですね、先ほど私たちと一緒にデモをしてきた、難民を支援している団体に、見てみれば上がることです。たくさんいるんです。
見つからないんじゃないんです。難民として認めないんです。で、先ほどの安倍さんという、先生によると、まあ、この、参与員の柳田さんを含めて難民認定の専門家はいないということです。こういうずさんなことが、明らかになっているのに、なんか30日の、公務委員会が終わったら強行採決するのではないかというような、そういう話があります。まあ、ちょっとそういうことは大変なことなので、私たち今緊急に、まあ、アクションをしているということです。他方で野党が提出した法改正と対案というのがあります。野党というのは立憲民主党と日本共産党と米和新選組、社民党から沖縄の壁という会が出したですね。この野党の対案によると、難民申請中の送還は停止をする、から難民認定の手続きを、入管から独立して審査する難民等保護委員会を審査する、から入管施設への収容期間の上限を設けて、要否は裁判所が判断する、まあ、こういった、国際基準に見合った法改正をして、提案しております。で、まあ、ということで立法事実も根拠となる資料も不算であるということが参議院法務委員会で次々に明らかになった。この政府は、まあ、これは廃案にして、で国際法にもかなった野党案を元にした法改正を、求めています。ですので、そのためには、政府案を、先ほど言ったように再び強行採決、しようとするのではなく、野党案を含めた慎重な審議を徹底するよう強く求めたいと思います。国会の会期が、6月の21日ですか、まだ時間があります。その間に、慎重審議していくと。でも次々と、政府案といいますか、政府が立法事実としてきた根拠が崩れてきているということがあるわけです。まあ、入管によると、送還審査を減らすようなマニュアルというか、そういうものもあったということが、この前の、予算委員会でも明らかになっております。2年前に亡くなられた内間さん、あの方が亡くなる前も、仮放免、とりあえず収容所から出すということをさせないような、ことをしたということが明らかになっています。それに、一旦、仮放免させないということにしたら、もう仕方ないということで、帰国、するようになるだろうということで、もう一つに、もうその3日後に、内間さんは亡くなったんですが、そういった非常に衰弱した危険な状況の中で、仮放免を認めなかった。仮放免を認めなかったら帰るだろう、国に帰るだろうと、そういうふうな、理由で、入管は、内間さんの命を失わせてしまったということがあるんです。つまり入管行政というのは、もう難民というもの、そういうものを存在ということ、そのものを認めずに、来たものは全部国に返そうと、帰らないやつは問題だと、そういうふうな形で、追い出そうとしているわけです。で、今回の政府の法改正を、そうしたことを改善するんじゃなくて、むしろ強制送還を、簡単にしてしまうというひどい話です。先ほど言いましたが、柳瀬さんという参与員は、1年に1000件、2年間2000件もなんかな、審査に関わって、ほとんど難民はいなかったなんということを言うわけです。他の国では、まあ、40% から 60% 先進国ならば難民を受け入れています。なのに日本では 1% も難民を消えないということですね。そんなことが、まあ、許されてはいけないだろうということで、私たちは今、入管法の、反対の、改悪の反対のアクションをしている。で、具体的にはですね、今、ちらっと言われているように、参議院議員に、
入管法改悪反対の声を出そうということで、参議院の法務委員会の、この政府の改悪案に賛成している議員ですね、自民党と、公明党は与党ですが、野党なのに、国民民主党と、日本維新の会が、なんか賛成をしているということで、これはとんでもないということで、そんなんあのやめてくださいという、電話番号やファックスがあります。私たちも、緊急にあのファックスを送りました。なんか あたって法務委員会でなんか、審議を打ち切る動議をしてですね、可決委員会を通そうというような動きがあるんではないかというような話が出てきていますので、あるいは、今週また木曜日にも参議院法務委員会がある。そこで、採決すると思います。まあ、いずれにしても、もう今月中にはもう蹴りをつけようなんていうようなことをですね、考えておるようですので、とんでもないことは、もう審議はすればするほどフォローが出てきていると、こんな、入管法の改悪は、ね、やめるべきだ、少なくとも、法案を通した与党であっても、ちゃんとそういうことを納得して説明できる審議を、していかなければならないということです。で、先ほど言いました野党が出している対案は、非常にあの国際基準に見合ったものだということはあるんですが、しかしこの法案に賛成している与党の議員さんとか、あの、まあ、問題になっているあの日本維新の会ですね、まあ、なんかあの支援者が悪いんだみたいなことで、ですね、あるいは入管に収容されている人たちが悪いんだというですね、そういう、まあ、あの弱い者いじめといいますかね、そういうことをしている、まあ、あの日本維新の会らしい、まあ、そういう議員さんもいらっしゃいますが、この政府案に賛成している、議員は野党のちゃんとした対案についてまともな質問もしていません。つまりまともな議論が国会でされていません。それ2つの案があるんだったら、どちらの案がいいのか悪いのか、あるいは問題があるのかと、そういうことをちゃんと審議を、していません。なのに政府案を、可決しようというような動きが今あります。まあ本当参議院は常識の府だと言われていたわけです。やはり衆議院で一旦法律が通、法案が通ったからといって、参議院ではやはり常識の府として対案も出ているということで審議をすべきである。しかしそういうことを全く意に返さなくて、先ほどのあるように、日本の維新の会、梅村さんの方ね、なんか飯島さんが亡くなったの、先ほど西島さんが亡くなったのは入管のああいうひどいマニュアルのせいではないかということが今追及されているのに、なぜか、ハンガーストライキをしたから死んだんだ、でそれを、なんか支援した人が促したんだと言います。そういう、まあ、根拠のない理由で、そんなことを国会の中で質問をしているわけです。さすがに、政府の参考人も、そういう事実は確認できてないと言ってるにもかかわらず、梅村さんだけじゃなくて鈴木宗男さんもそうですし、それから本木田俊っていうあの東京の人ですね、政調会長も同じような、形で何か支援者が牛島さんをたぶらかしたかというような、そういう形で質問してます。でこれって全くこの改正案の議論と関係ないことです。そもそも入管施設でなくなっているわけですから、そこで、ハンガーストライキしてようが、あるいはあの外へ出たいと言ってようが、そこで死んでしまったってことはやっぱり入管の責任です。その真相解明をせずに何か支援をしている人たちとか難民そのものが悪いということでやっていくと、そういうふうな、印象操作をして、だから難民なんか日本にはないんだ、いないんだ、だから、僕させるべきだというそういうことを、形でこの法案を正当化させようとしています。しかし
いろんな理由で外国の方は日本に来て、ギラが降りたいということがあるわけです。で、そうなれば体重を煩わっている方もいらっしゃいます。しかし、在留資格のない外国の方というのは、健康保険にも入れない、それから就労もできない、そういった非常に制約された状況にいるわけです。で、そういう人たちを、支援をしている人たちもいらっしゃるわけですが、そういった、人権の問題について一個だにしないのが、この政府案に賛成している議員の方々です。ですので、やはり私たち30日には国会に要請をしてですね、この法案には反対だが、せめて慎重審議をしていくということで、野党案も含めて検討していくということを求めていきたいということです。入管法の改悪反対というのを、私たち始めたのは、杉並から差別をなくす会が始めたのは4月24日でした、区議選挙の開票日ですね、前日まで、選挙があったので、で、私たち杉並から差別をなくす会のメンバーの方々が、めでたく全員投票したんですね、超党派で、そういうこともあって、でもやはり区議会選挙もあったんですけど、国会では今年この入管法が、衆議院通されようとしているということで、ありました。杉並から差別をなくす会は、あらゆる差別を杉並からなくそうということで、最近では、在日朝鮮人や朝鮮人学校に対する差別がありましたし、性的マイノリティに対する、特にトランスジェンダーに対する差別という問題が、この杉並の中でも、ヘイトスピーチとして行っているので、そういう問題も、対応してきた、そういう条例も、求めてきています。今、杉並区議会では、ヘイトスピーチの禁止を求める、条例を求める、陳情も出しております。から9月1日に、関東大震災 100周年ですね。そこに都知事は、朝鮮人虐殺の件についての、追悼文を、出せという要請もしております。で、その問題と今の入管法の改悪の問題は非常につながっておりまして、これは、外国人差別であるということです。ですからこうした、差別は、全てつながっている問題であるということです。で、でこういうことは難民や外国人の問題であるというふうに、私たちは考えません。そういう人たちが虐げられているということは我々日本社会の問題である。日本社会がこういう、少数派であるとか弱い人たちを、こういうふうに虐げていくということ、それは、マジョリティといいますか、私たち日本人といいますか、日本に住んでいる多くの人々にとっても、これは大きな問題だと、そういう人たちが、虐げられている中で、私たちが幸せに入れることができるだろうか、ということであります。直接、この入管法が変わって、外国人への待遇が
細胞が変わっても、私たちの生活は全然変わりません。でも、それは放っておいてはいけないと。そういう、虐げられている外国人がいるということを放置して、私たち、この日本社会が、成り立つだろう。いや、むしろそういうとこからどんどん、壊れていっているという問題があるので、私たちは、こういうふうにアクションを持っているということです。で、まあ、国並みで、こういうことで、今日は11回目になるんですかね、まあ、アクションをするということをしていくと、先ほども、国並みや、それから渋谷でデモもやりました、数千人集まりましたが、まあ、今はもう全国各地で、こういうスタンディングの行動であるとか、デモとかが広がっております。昨日は、川崎市で、デモがありました。私も参加しましたが、そこでも、特に若い学生たちが、中心になって主催をして、まあ、サウンドデモなどをしたということがあります。そういう、形で、特に若い人や女性の人たちが、ですね、多くこの運動に、参加しているということです。それだけに、この法案は、まあ、会案に持っていくということの可能性が非常に高いのではないかと考えております。あさってにも強行採決しようとするでしょうが、やはりもっと世論を広げていって、特にマスメディアが、ちゃんと、この問題を取り上げていくということが大事だというふうに思います。ここで対戦したらですね、テレビ朝日が、まあ、取材に来て翌日報道しましたので、ちょうど衆議院で強行採決されたと時ですね。だから強行採決された後にですね、報道するということがよくあるんですけど、しかしそうではなくて、やはりこの法案の問題点、野党の、対案もあるわけですから、そういうこともちゃんと、説明をしてですね、私たちの市民の声などもちゃんと伝えていくということが必要ではないかということです。で、30日にあさってですが、私たちは、参議院の法務委員会に、要請書を持っていきます。ちょうど法務委員会があるんですが、午前中に、進級して、そこで何か動議を出して強行採決しようとしてるんじゃないかと、そういうやばいんじゃないかって話があります。今お配りしていますチラシに、ここにその法務委員の、電話パックがありますので、まあ、ここにどんどん抗議を上げていってほしいんですが、そこの中でもですね、なんか最後に、質疑に出るのが、この自民党の加田博之さんという方ですね。自民党の加田博之さんという方が、明日の審議の最後に、来ると。まあ、自民党の議員さんって最初の方に質問するんですけど、一番最後に、ね、この加田博之さんという方が、ね、まあ来るということで、この人がちょっとして緊急動議で、もう審議打ち切りで採決をって言うんじゃないかと。で、委員長は、杉佐竹さん、公明党の人ですね。この方が、採決しますっていうふうに言うんじゃないかという話があります。もう、ですから、私たち、この公明党の杉佐竹さんや、自民党の加田博之さんも含めて、みんなに、強行採決ですね。じゃなくて、慎重審議してくださいというふうに要請をするんですが、しかし、お昼から行きますので、なんか採決した後に、行くことになるってことは、なんとしても嫌ですから、だから今日は、ここで緊急の抗議をしているということです。いや、強行採決なんかしてしまったらですね、もうちょうど控え室の私たちも、もう要請書じゃないか、抗議文ですね、という形で、
してきてるってことになると思います。特に、公明党、の委員長、杉井佐竹さんというんですが、公明党が委員長ですか。で、公明党というのはやっぱり人権ということを、ね、考えているということは一応言っていると、あるいは自民党の質疑をブレーキ役を担うということを、まあ、言っとるわけです。言ってるだけ、まあ、言っとるわけですが、だったらやはりこういう問題があるときに、ね、やっぱりすぐに再開するってことなんかしないでくださいと、はい、いうことですね。で、同じくその委員の中には谷合正明さんという公明党の、議員さんがいます。この方は、難民保護を、まあ、推進をしている方で、まあ、結構難民問題に非常に詳しい方ですね。だったらもうちょっとですね、じっくりもっと議論してですね、いいものを作っていくようにしていくということをね、しっかりやってもらうことがあるんじゃないですか。ね、あと国民民主党は、沢井隆之さんって方で、国民民主党さんもこの解約案って本当にすぐ通したいんだと思ってるんでしょうか。やはりいろいろ野党ですからちゃんとチェックするということで声を上げていくというようなことなのを、言ってます。実はこのチラシ古くて先ほど の暴言吐いて更迭されちゃった梅村みずほさんという日本維新の会も名前入ってるんですが、梅村みずほさんに代わって日本維新の会は清水孝之さんという、人が、委員になりました。で、新しい委員ですからこのちゃんと、これからの出番ですからちゃんと審議するようにしてくださいというように声をかけていくことが大事だろうと思います。まあ、その他いろんな委員がいるんですが、やはり私たち市民の声というのを国会に直接持っていくということで、なんとか、強行採決させないようにしたいと思います。で、明日はこの法務院は、東京、入管局でしたか、入管の施設を視察するそうです。で、それに対して、別の団体の人たちが、まあ、抗議行動をその入管施設で、東京入管局ですか、そこで、やるということが、お昼の時間ですが、そういう形であらゆる形を使ってこの、入管法の改悪を止めていこうというようなアクションがあります。国会前ではスタンディングとかもやっております。30日にも抗議行動があるかなと思ってですね、そういう形でやってます。それで、私たちがこの参議院法務委員に要請する文書ですね、ここに送られていますが、これをまあ紹介したいと思います。私たちはまあ東京都杉並区内であらゆる差別をなくすために活動している、杉並区から差別をなくしたです。その差別をなくそうという一環で今国会で審議されている、入管難民法、改正案に反対しています。ということで、今のように駅頭での緊急アクション、延べ、11回目になりますね。それから、大規模な数千人規模の参加で成功したデモも一緒に加わっていました。5月7日には、高円寺から阿佐ヶ谷駅まで、のデモ、大雨の中でしたが数千人集まりました。21日、1週間前ですね、渋谷で、国連大学前に集まって、発行前の集会も含めて、数千人規模でデモをしてきました。私たち、まあ、杉並からなぜこのアクションをしているかということですが、杉並区では外国籍の住民の方が、1万7000人以上いる、人口の 3% もいるんです。で、その中にはカリフォーメンの方もいたり難民の方もいるんです。
在留資格があっても仕事を失って在留資格を失ってしまう人もいます。そうなんです。日本では、就労で就労ビザが来たら、その会社が、会社からクビになったり潰れたとかなったら、すぐに同じ職種で再就職しなければ在留資格を失うという非常に不利な問題があります。よく で、まあ、いろんな理由でですね、在留資格を失ってしまう人がいるわけです。まあ、難民申請が指定されたら、まあ、在留資格を失ったりします。だから、パートナーと別れて在留資格を失うということもあります。子供さんがいたら、子供さんと、まあ、別れなきゃならない。そんなこともあります。まあ、ちなみに、子供の、在留資格ということで、それを、なんか同日にするような形でなんか法案を、ちょっと修正するからということで、立憲民主党さんもそれに乗りそうだったんですが、これは本当に立憲民主党さん、人は来じゃないか、よかったです。ちゃんと反対したらもうふざけた話です。子供を一つにしてですね、悪法を通そうということは、それに加担しようとするんですか。そもそもこれは今の運用で何とでもなるということになっているわけです。これ国会の答弁になっているわけです。つまり法律変えなかったって、その子どもたちの在留の問題というのは解決なんとかなってたんですか、してるわけです。それを、法律を通すための、条件にしようとしたと、それにまんまと乗っかろうと、したところを、しようとしたところを私たちがやはり反対すべきだというふうに声を上げたということで、まあ、政党も変わってきたというところがあります。ですので私たちの運動はやはり無駄ではなくて、やはり やればやるほどですね、なんとか力を、出せることがあるということです。で、まあ、日本に亡命してきた難民の方や、日本に家族がいる方や日本で生まれ育ちの方もいます。この前の法務委員会では、クルドの、難民の方で、日本で、生まれ育った、方が、参考にいらっしゃいました。そういう方もいるわけです。でそういう人たちは本当にいろんな差別を受けているわけです。先ほど医療を受けないとか教育を受けられないとか仕事、そうなれば仕事も、得られないとか、そういう問題もあるわけです。でまあ、そういうふうに日本で生活の基盤ができている方もいます。まあ、ただ単に日本で安心して暮らした、それからいろんな理由で迫害を受けたりということもあったり、国に帰れないのに、出国命令逮捕強制の対象になってしまう。まあ、一つ問題になっているのは、まあ、難民の認定の中で本当にちゃんと考慮されているかという問題で、ウガンダですかね、アフリカの国で、家族の中に、まあ、LGBT の人がいるんだということで、迫害を受けるということで日本に難民申請する。しかしそれが認められないと、ね。先ほど柳瀬っていう参考人さんは、1年間で1000件もね、審査したんだけど難民がいないでね、もうね探しても見つからないんだよっていうのはそんな大嘘をついてるわけです。いるじゃないですか。テレビつけたらそういう話がいっぱい出てくるじゃないですか。一体どこを見てるんでしょうか。まあ、そういうのをまあ御用学者っていうんでしょうが、でそのそういう形で、出国命令や、退去強制がまあいとも簡単になっちゃうわけなんですが、その間にも、入管施設に収容され在留権利を失う、まさにその社会から見つけられてしまうと、いうことになっています。難民認定率は2021年最近でも、0.7% です。1% に満たないわけです。
ほとんどの人が、だから数十人ぐらいですね、年間。そういう形で、保護は必要ないとが認定されずに、ほとんど申請が否定される。で、今でしたら、一回難民申請をしたったらですね、自動的に在留資格を失って国に帰れと言われるわけです。で、まあ、それにほとんどの申請が、否定されてある。で、今政府の法案っていうのは、まあ、3回、まあ、2回、申請が認められなかったら、3回目申請したら、強制に責任、帰国させられると。3回目の審査中に、でも、強制退去させられるわけです。申請をしているのに退去させられるということです。で、当然これ裁判所なんかは、関与しないということで、先ほど言った、年間1000件も見てるんだけど、難民が見つからないんだよっていうような、そう、参与員が、審査して、ですから、ほとんど、まあ、認定されないということですね。こういう問題が明らかになっているのに、ですね、政府案では、国に帰させると、帰らせるというようなことを、簡単にする法律を作ろうとするわけですね。で、これは、国連難民条約違反です。つまり収容や釈放の決定に裁判所は関わっていないという問題です。それから収容期間に上限がない。長い人は10年以上もいらっしゃる方もいるようですね。でこの収容期間に上限がないっていうのは、これは、拷問禁止条約に抵触するそうですね。だから入管って拷問施設なんだっていうふうに国際的に見られてるわけです。まあそれを短縮するためにとっとと国に帰ってくださいっていうことを簡単にしようというのがこの 法改悪なんですが、まああまりにも人気ですね。迫害逃れてきた難民ですから、その国に帰らされたらですね、どうなるか、先ほど拷問されたりとか死刑にされたりとか、そういうことがあるわけです。で、繰り返しますけど、政府の法案の立法事実というのは、まあ、揺らいどるわけです。5月23日に、参議院法務委員会で参考人質疑があってですね、ここで安倍博樹さんという、長年難民認定に携わってきた方です。まあ、この私これ議事録見たんですけど、この安倍さんって方が難民として認めるべきだっていうふうにしても、これ合議制ですから3人で、だから他の委員は認めないというケースがいっぱいあるわけです。ですから、そういう問題をしている方ですね。でこの方はですね、安倍さんってことはこうおっしゃってるわけです。難民審査参与員、難民審査参与員っていうのがその難民の認定を、する、ね、参与員ですね、は専門家ではなくて保護すべき人を確実に保護できていないと言って、それから政府が先ほど、言ってますように難民申請者の中に難民はほとんどいないという、特定の参与員の発言を法改正の根拠としている、柳瀬さんという、参与員 の発言を根拠にして、つまり、客観的なデータとか資料ではなくて、この人に言ってることだけ、本当に選挙も見てるんかいなという怪しい人の話をもとにこの法改悪を進めようとしているということです。ですので今、ツイッターなんていうのはハッシュタグ拾いますが、柳瀬参与員の、承認喚問をというのが出てます。ところが、そう、柳瀬、議事録見てびっくりしたの。これ、柳瀬さんという人はね、国会に来てくださいというふうに野党が求めても、出ないんです。じゃあ、野党の国会ヒアリングに来てくださいと言ったら、なんか、一党にのみそういうことはしませんということで、ってこと。つまり、この法案にとって大事な、
発言をしている人が、国会で発言、国会で吸って参考人にもならないということです。じゃあもう国政調査権発動して承認喚問したらどうですかって話です。いや、てかそもそもこんな根拠のないはっきり言ってデマで、日本には難民なんか来てないという大嘘でこの法改悪をすると、つまり日本には難民がいないから、みんな難民じゃないからもう早く国に帰ってしまえということですね。そういう根拠となっている発言で、それを先ほど、難民認定に長く携わっている安倍さんという、先生は、ねそんなことはない、ねこんな信憑性ないで、そんなもので命に関わる入管行政そのものが本産じゃないかということを言ってます。で、あの他方で、野党が提出した、法改正の対案というのがある。それは難民申請中の送還を、提出すると。先ほど言いましたように3回目の認定をしてるしても申請中でも、強制送還が可能であると。そうですね、ひどい話だから、難民申請している人は送還させない。それから難民認定の手続きを入管から独立して審査する、そういう、法委員会を作ろうと。つまり、外国人を、収容して、それも刑法は適用せずに、令状なしに、あなたは不法滞在だからということで、で難民でもないんだからということで入管に入れさせられ、入管施設に入れさせられて、先ほど言ったように、拷問みたいなと言われているようなところに入れさせて、早く国に帰れということ、ね、そういうことをしている入管、法務省の入管が難民認定をするなんて、そんなもん認めるわけないわけです。そもそも入管施設というのは、入管行政というのは、戦前の、特攻警察に従う、公安であるね。つまり外国人というのは悪さをするものだと。特に在日朝鮮に対してですね、今回関東大震災100年ということもあるんですけど、そういう朝鮮人差別、大虐殺もあった、そういうことの、治安のためにやってるわけですね。で、ね、外国人っていうのはその悪さをするものだ、犯罪をするものだという、そういう悪意を前提にして、入管ってなってるわけですから、そういうところは、難民を認定をまともにするわけない。だから独立した第三者機関である専門家による、形で、審査をするとですね、別に誰でも彼でも認めろというのは言ってるわけじゃない、ちゃんと公正にしてるということをやってるわけです。でそれでも不服だったら裁判するということ で、裁判でやっぱり認められませんってことになったら、仕方ないですねと、もう国に帰るしかないですねとね、そういうルールの通りですね。だから先ほど言った入管施設の上限を設けると。でその要否、それが適切かどうかっていうのは裁判所が判断するというようなことですね、そういうものにしていくということですね、それをすれば少なくとも、他の先進国では、4割か6割ぐらいが難民認定されるわけですから、いろんな形はいろいろあるんですけど、政府はなんかそもそも、難民の分母が少ないだとか言ってですね、いろいろ言ってるんですけど、0.7% の 1% 以下ってことにはならないですよね。かなりは高くなるでしょうと。そういう対案を、与党は出してるということですから、どう考えても、野党案が、通ればいいでしょうね。ですから私たちは、この立法事実も根拠となる、資料もずさんであるという、それが、この参議院の法務委員会で明らかになった。そういう政府案はもう廃案にして、国際法にかなった野党案をもとにした法改正、これを求めて、よく言われるでしょ、野党は反対ばっかりして、あるいは市民も
市民運動も反対ばっかりしてですね、タイヤがないって、そんなことを言う人いますよね。あの日本維新の会を作ったあの橋本徹さんなんかよくテレビで言いますね、タイヤがないとかね。タイヤ出してる。タイヤ出してるんだからちゃんとそれを議論しましょうという。だけど日本維新の会もそうですが、特命与党もそうですが、まともに議論したいと。タイヤを出してるのに、その対案を無視するような審議をしているわけです。で、自分らが出した政府案がいかに正しいかっていうことをばっかり質問しているわけです。で、それはもうどんどんボロが出てきているわけです。ですからこの政府案はいたずらに強行採決はせずに、野党案も含めた慎重な審議を徹底するように求めていこうということです。私たちはもう政府案はもう廃案一択です。だと思うんですが、しかし野党の案もあるんだから、やはり少なくとも政府案を通したい議員さんはちゃんと議論をして慎重にやっていくべきだということを、求めていくということです。いや、あのこれね、杉並でね、やってたらですね、あのいろんなとこから、来てもらえるんですね、いうことで、じゃあ、あの来賓挨拶。こんばんは。西荻の駅前をご通行中の皆様、今移民難民の命が危険に脅か、命の危険が危険に脅かされてます。ちょっと日本語が変でごめんなさい。入管法というもともとひどい法律が、もう70年も80年も変わってない法律、もともととてもひどいんです。それがさらにものすごくひどく改悪されようとしています。どうひどくなるかというと、もともと非常に低い日本の難民認定率、大体欧米諸国だと低くても 25% ぐらいなんですけど、日本は 0.7%、 それをさらに門を閉めるような厳しい難民認定になるような決まりを作ろうとしています。難民移民の方々は帰りたくても帰れない人たちです。強制送還しやすくさせられる法改悪がさせられそうになってるんですけれども、帰れる人はもう帰ってるんです。強制送還の命令が出ている人の 97% は帰っています。残りの 3%、 どうしても帰れない事情がある人たちです。戦乱が激しい国、独裁国家なので、そこで抵抗したら命の危険、帰ったらテロリストとして投獄されてしまい、死刑になってしまうかもしれない方々、同性愛が法律で禁じられていて実刑になってしまうような国、そういう国々に帰れない人たちが今日本にも来てくれています。その人たちを返しやすくしようとする、そういう法改悪が行われようとしているんです。これは世界の水準から見てすごく逆行してしまっています。このまま、たくさん国連とかにも怒られてます。国際法違反だと突っ込みも受けています。なのにさらに扉を閉めるような法改悪が行われようとしています。これは外国人の他人事ではないんです。人権って誰でも持っています。誰もが不当に移動の自由を禁じられたり、ここにいてはいけないと言われていいわけではないんです。みんな理由があります。こんな法改悪を許してしまうと、無理やり強制送還させられた自分の国で殺されてしまう人が必ず出てしまいます。そんな状況を許す私は国民でありたくありません。この問題にどうか目を向けていただいて、この法律の改悪に反対してください。こんなことを許さないという国際感覚を持った私たちでいたいと思いませんか。
みんな、例えば子供がいる方、子供に英語を教えたり、覚えてほしかったりしますよね。中国語とかいろいろな外国のお友達増えてほしい、国際感覚を身につけてほしい、留学してほしい、そういうことを思う方いますよね。もしそういう気持ちがあるのであれば、国内で虐げられているあまりにも前時代的な不当な法律で縛られてしまっている人たちがもっと危険になるような、そういう法改悪に反対してください。議員さんに連絡をするとか、あとテレビであんまり報じられていないので報じてくださいとお願いするとか、まずは、入管法の改悪というワードでネットで検索していただくとか、いろいろなことができます。今週週明けにも政府は強行採決しようとしています。でもちゃんと対案もあるんです。国際水準にのっとった今21世紀を見据えたいい野党の対案が出ています。それも見てみてください。どうかこのまま人が殺されるのを見過ごしにしないでください。どうか難民移民を助けてください。今週火曜日木曜日政府が強行採決してしまいそうな法案です。どうか関心を持ってください。と今チラシをお配りしている方がいらっしゃると思います。どうかもらってどんなことが起きているのか知ってください。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。発言されている方いらっしゃったら、今日はいないと思いますけど、こういうふうにね、宣伝して外伝したらですね、よくね、絡まれるんですね、おっちゃんに、ね、不法入国したんだから出ていくのは当然だとか、犯罪が増えるとか、ね。まあ、そんなこと言ってますけど、いやでも、気持ち悪いとかこの前言われましたね。だから、ね、なんか、いや、本当ね、それ考えたら本当ね、日本って悲しいね、と思うんですね。もし自分たちがそうなった場合、どう考えるんだろうと、とありますね。もう、東日本大震災があって、原発事故がありました。まあ、幸い、まあ、この首都圏が崩壊するようなことにはならなかったんですが、まあ、風向き次第ではそうなったかもしれないと。で、実際、やっぱり、情報も確かだったので、海外に逃げた人もたくさんいたと思います。そういう形で、私たちが、難民になったり、日本に住めなくなった時に、いや、あなたたちは難民でないから国に帰ってください。帰らないなら入管に入ってもらいますっていうことを、令状もなしに、犯罪でもないのに、そういうことをされたらどうなんでしょうか。それが今日本がやっている入管行政であって、それをもっと、まあ、スピーディーに、国、追い返すことができる、そういう法改悪を、しているわけです。こんなことを、でこれ国際法上も問題だということで言われているわけです。先進国ではありえないでしょうと、いうことです。でそんなことがあってですね、まあ最近も地震が多いですけど、この首都高直下型地震が起きたりとか、原発事故が起きたりとか、あるいは、ね、なんか日本が独裁国家になったりとか、いやもう今に独裁国家ですかね。そうなった場合、その国、この国、日本から、出ていかなきゃならないということがあったとき、まあ一時的であれ、そうしたときに、いや、
あなたたちお金持ってて難民じゃないでしょうと、パスポート持ってあの国にこの国に来たんでしょうと、あるいは働きに来たんじゃなかったらね、就労ビザ降りないの当然でしょう。だから、国に帰ってください。そういうことを、まあ、言う、通行の方もいるんですけど、でも、そういうことを先ほどありましたように、国会議員が言ってるということなんですね。やはり、本当に、この法務委員会の議事録を、送ってくださってるんですね。新井宗平さんという法務員の方が、事務所から、まあ、膨大な文章になりますけど、ちょっとそれをね、読んでいくとですね、もう、やはり、その外国人に対してのやっぱり猜疑心といいますかね、やはりその難民ではないという前提で、いかにこの入管行政を進めるかというような、質問を、しているわけです。基本的にやはり そういう、視点から、入管行政をやっているわけです。つまり難民保護を、どのようにしていくかという点ではないわけです。ですから、私たちはこれは外国人に対する差別であると、そういうふうに思わざるを得ないわけです。ですので、今チラシもお配りしてますが、この入管法の改悪をですね、皆さん知っていただいて、この杉並でも1万7千人いる。外国の方がいるわけです。人口の 3% いるわけです、そういうことで私たちの隣人であるわけです、いうことです。私たち5月7日に杉並、5月21日に、渋谷で数千人規模の、デモを、行いました。そこで、まあ、102団体、難民を支援している団体だけじゃなくて、この杉並からもいろんな、市民団体も賛同した。そのステートメント、声明というのがあります。そこは、最後に一言で、訴えているわけです。仲間を殺すな。そうなの。人の生き死にに関わっている、問題なんです。難民を難民として認めず、強制出国させて国に帰す、それによって命が奪われることがなるんです。で、そのことがそうなってしまったということは私たち日本の我々は分からないです。だってもう出国したらその人の行方なんて分からないじゃないですか。だから私たちはそういういわば人殺しに加担をしているということがわからないんです。だから、まあ、政府は言ってますが、日本には難民はいない、探しても見つからないなってことを言われます。本当に出国させてその人たちは一体どういうふうになってんだろうと、そういうふうな想像を、働かせれば、やはり難民認定の改善をしていくということと、やはり難民の人権を守って強制出国を、安易にするというようなことはやめると、そういう形で外国人の人権を守っていくことが必要であると思います。で、外国人の人権であるとかマイノリティの人権とかが守れなくて、どうして私たち日本人の人権が守られるんでしょうかということです。もう実際脅かされているわけですよね。やはりそういう
まあ、国といいますか政府の信頼ということにも関わるわけです。まあ、それは例えば、まあ、マイナンバー制度の、非常に個人情報の漏洩なんかもあるわけですね。でもそれでなんか保険証がなくなるとか、でもそんなことしても平気なんですね。だからはい、ではあ、まあ、そんなことで、私たちの、日本社会がやはり崩れてきているということであると、入管法の問題だけではないんですね。私たち杉並から差別をなく会ですから、差別の問題って言ったら LGBT 法もあるんですよね。あれも骨抜きになりますよね。てか廃案、もうあれすら理解増進とかいうのですら、あれを廃案にしようなんてことを言ってるわけですね。まあこの国の、あり方というのは、そういうマイノリティであるとか外国人のことをですね、平気で差別しても OK だという状況になっているわけです。だからそういうのって犠牲になるのは少数の人ですから、数では負けるわけです。で、まあ、国会の、議席数も、ね、まあ、与党が大多数で、まあ、それに乗っかっちゃってる野党もいるわけですから、まあ、数では多数です。しかしやはりそうした、ことを我々多数といいますか、マジョリティの日本の私たちが、やはりですね、洗いしてですね、一緒に声を上げていかなければ、まあ、そうすればこの法律も、法案も廃案になるんではないかと思ってアクションをしています。では、はい、どうも、今日、西荻窪の皆さん、よろしく、お疲れ様です。私、茨城県からちょっと来まして、用事あって来まして、今日、ここの、入管法改悪反対の凱旋にちょっと参加しております。私、普段、茨城県の牛久市に東日本入国管理センターっていうのがあるの、ご存知ですか？品川にもあるんですけれど、牛久って、茨城県の牛久ってところの、駅から3、バス、車で30分以上かかるようなところに、ちょっと孤立したところにあるんです。私、牛久は20年近く住んでるんですけれど、それがあるのは、うつうつ知ってたんですけれど、ある日、あそこ東日本入国管理センターで長期収容された方が自殺したという、ツイッターでそれを知りまして、そのことで、面会活動を始めたんですね。中の面会というのは、一般的にも一応、平日、朝の9時半から、夕方の4時まで、短いですね。短い時間で、しかも平日のみです。その間で、面会できるんです。私はちょっとシフト制なので、面会ができるので、この、彼の使用をきっかけでなんですけど、5年になりますかね。その間、5年続けてます。その間、いろいろありました。その間、ハンガーストライキを、中の人たちが、たくさんの人たちがやって、体ボロボロになって、2週間のみ、仮放免で、もう一回再収容、そしてもう一回ハンガーストライキ、そんなこともありました。何人もそういう人いましたね。でその後コロナで収容で一時は200人近くいたんですけれど、収容者がぐっと減りまして、ここ1、2年少なかったんですけど、最近また増えてますね。コロナが落ち着いたからって。で、最後ちょっと今回の、入管法の話なんですけれど、ここ、5年ずっといて、たくさんの人たちが難民申請してます。
一度二度っていう人も二回っていう人もたくさんいますね。そういう人たちが今回強制帰国になってしまうっていうのはそれ自体すごいまずいと思うんですけど、彼らが私はちょっと最近っていうかニュースでさっきの話しておりましたけど、ちょっと驚いたというかびっくりしたのが、彼らが何度もと難民申請して資料も集められる人を集めて頑張って弁護士にお金払ったりして出したやつを何ですか、ほとんど読んでないで却下してるようなもんじゃないですか。本当にこれはひどいというか詐欺ですよ。本当に腹が立ちますね。ちょっと話を変えて、どういう方があそこで難民申請を2か月としているのかっていう形で、ちょっと言うと固有名だけ言わずに言います。ある南アジアから日本に入国した方です、4年ぐらい前ですかね、その国で選挙運動をしてたそうです。選挙運動をしてたら、その対立候補が、対立候補から選挙運動員の命を狙われるということが、まあこれ以上詳しくはちょっと言い過ぎたかな、そういうことがあったんですよ。それで日本に逃げてきたと。日本に来たのは日本が近かったからということです。それで、最初、入国管理局に難民申請して、そして半年後の、1年ほど、在留許可は出たんです、出てその間は仕事できたんですけど、1年後突然理由を教えずに在留許可取り消されたんですよ。全然身に覚えがないそうです。それでその後、入国管理局にオーバーステイで捕らえられて、そこでそのまま収容所にいます。で私が会ったのは、もうだいたい2ヶ月ぐらいにいるそうですけれど、それでこれから、もう1回、難民申請を出したいということでなんですけれど、だいたいこんな感じなのかな。でももう1回出しちゃってるんですよ、この人。でこの人は出して取り下げられちゃったということですよね。そういう人、その人が今回のやつで一体どうなるのかということですよ。その人はちゃんと日本で1年間以上働いてたし、他の人たちもみんな働いてたんですね。その皆さんの隣で働いてるんですよ。もう東京だけじゃないんですよ。茨城にもいます。日本中つうらうら外国人が働いてます。その人たちがあることで、入管の恣意的ってしか言いようがないね。それで、突然追い出される、生活基盤がある、子供がいる、家族がいる、国に帰れない、そんな人たちが突然帰れって言われるんですよ。家族がバラバラになる、命が帰国すると命が危なくなる、そんな人たちを少しは考えてほしいですね、議員の方々も。議員の方々が東日本入国管理センターで来てくれる方がいるんですけれど、来てくれたのは立憲と共産と社民の方でしたね。自民党の方、あまり気が知らないですね、誰が来たのかとか。関心ないんじゃないでしょうか。とにかく、皆さんに言いたいのは、隣にいる人たちがある日突然収容されて追い出されるっていう危険な法律なんですよ。今もひどいですけれど、もっとひどくなるんです。どうぞこの問題に関心持っていただきたい。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。あさっての法務委員会で同行採決されるかもしれないという話もあるので、今緊急のアクションをしているわけです。
ぜひですね、今配ってます、ホームインのリストあるので、特にですね、やはり私たち、目を光らせてですね、これ、強行採決、書かないでしてしまったらですね、やはり、その記憶しておきたい人の名前を、言っておきます。公明党の、杉貞武さん、参議院法務委員会の委員長です。公明党の杉さん、この人が採決をするわけです。人権を守ろう、人権の公明党がの杉さんが委員長、この方が政府案を、可決するという歴史に汚点を残すことになるわけです。公明党の杉さんは。ぜひ、今街行く方で創価学会の方とかいらっしゃったら、公明党はこの入管法、外国人の人権を、侵害をする入管法の改悪、これやめてください、ぜひ言ってほしいです、ね、私たちが言うよりか創価学会の会員の方がこの杉さんに、解約法案やめてとファクトを取った方が効果あると思います、それから自民党の、加田博之さん理事です。加田博之さん、コメント表 OK だな、この方が動議をして採決をという質問の途中で言う可能性があるんです。加田博之さん、この人が動議をして権利を切るというような歴史に汚点を残すようなことをするんでしょうか。私たちは、今国会議員にあさって行くんですが、予定行動に行くんですが、地元の区議会議員にもアプローチをしているわけです。今日はいらっしゃらないんですが、この杉並からサミットの会の街頭宣伝にはですね、多くの区議さんが、参加してこういうマイクで、スピーチもしてもらってます、立憲民主党や日本共産党から令和新選組から、緑の党グリーンジャパン、それから、所属の議員さんとか、たくさんの議員さんが、この法改が反対だということで、で渋谷とか公園であったデモでも、一緒に実行委員会で、やったりとかやってます、近隣の自治体の議員さんも、一緒にこのデモにも参加して協力してもらってます。で、じゃあ与党とか国政の与党とか、与党とか要するに野党だけど与党みたいなところを含めて、全ての区議にこの渋谷でやったデモのチラシを配りました、ちょうどこのチラシも、みんなに配りました、別件で陳情する、ことがあったんで、参考資料でこういうのやりますからということです、ですから、やはり地元の、そういう地方議員とかあるいは政党の本部ですね、ところとか、先ほど言った創価学会の人とか自民党員であるとか、そういう人たちに、あなたたちの隣に外国人いませんかと、難民の人いませんかと、そういう人たちに国に強制送還させるようなこんな法律をね、認めていいんでしょうかというような声を上げていくことが、これも大事じゃないかなと思うんですね、非常に意義があるんですよね。特にこの入管法の改悪という問題は非常に、分かりにくい問題があるとは思うんですが、一言で言えば、先ほど言いましたように、デモのステートメントにあったように、仲間を殺すなということですね、から
本当に日本に来て良かったと外国の人が思ってもらえるようなそういう制度に、法律にしていかなければならないんじゃないでしょうか。それを、日本から出ていけというための、強制送還をさせるため、そもそも日本には難民なんかいない。だからあなたは難民ではないというような、もうそういうことが今、政府の、法務委員会でそういう話になってるわけですね。そういうあの御用学者さんが、柳瀬さんという人がいて、日本には難民がいないんですよと、探してもいないんだっていう。だから、国に帰ってもらいましょうと。国に帰ってあの殺されようがそんなことはしたことない。あなたは難民ではないから。そういうことを、非常にも言っている、柳瀬さんという参考人の、発言をもとに、データがない。データが先見も見てるとか、嘘ですね。そもそも入管のいろんなデータって本当にデタラメなんですね。そもそもそんな資料はないと言ってて、追求したらあるっていう。さらには、数、調べてるはずなんですよ。なんでなら、送還禁止者を減らすっていうことを目標にしてるんですよ。ということは数を抑えてるはずなんですよ。だからその数を出せってことで、確か出しましたかね。つまり、送還禁止者を減らすために、どんどん国から追い出そうということ。あるいは、この牛島さんを、殺してしまったように、仮放免させないと。仮放免認めないっていうふうにしたら、もう国に帰るだろうと。そういうマニュアルでやってるわけです。だから、そういった問題を、改善するということには全くならない形で、入管行政を、ますます利用するということです。そんなことでいいんでしょうか。先ほども公明党の杉さんっていうのが委員長だということですね。創価学会、インターナショナルってありますね。国際的にね、布教活動してる創価学会さんいらっしゃると。じゃあ外国人の方いるでしょと。じゃあ、そういう人たち、を、差別するんですかということです。ぜひとも、公明党の委員長さんですから、自民党の、斉藤大臣が進めようとする、この入管法の改悪、これはやっぱりちょっとブレーキ、ね、飲むようにですね、してもらうということが必要ではないでしょうか。国民民主党もそうです。本当にこの法律って、やった方がいいと本当に思ってるんでしょうか。連合もそう思ってるんでしょうか。連合の組合さん、この入管法改悪って賛成なんでしょうか。入管法改悪を賛成するために国民民主党の国会議員を候補者を推薦したんでしょうか。労働組合には外国人はいないでしょうか。あれは労働組合は外国人を差別してるんでしょうか。だから本当に自民党にしたってで商店街とか業者とかいろんなとこあるでしょう。あるいはパズレコンだとかなんとかそういうふうに自民党に周辺してるとこあるでしょう。そういう業界そこには外国人いないんでしょうか。難民として認定されるのに困っている人いないんでしょうか。というか日本は今労働力が減ってくる中で外国人労働力を頼りにせざるを得ないわけでしょう。特に大企業はそうでしょう。自民党をスポンサーしている大企業とか業界団体はこういうふうに外国人を、無下にするような法改悪を、容認するんでしょうか。
んなことしてたら日本人、外国人来なくなりますよ。給料日がも非常に厳しい要件がある。そんなところにいるぐらいだったら他の国に行きますよ。だってこんな仕打ちをしたら私たち日本人が外国に行った時どういう仕打ちに、どういうふうに遇されるんでしょうか。本当にそういうことからしても、この入管法をこれ強制送還を簡単にしてしまうこの入管法というのを解約するということは、メリットはないです。なんか外国人をどんどん受け入れたら犯罪が増えるなんて、まあ、そういう、まあ、差別的発言、差別をするようなことを、まあ、待ちにくいと思います。でも先ほど言ったように 0.7% ですよ。 1% に満たない認定をしないということによって、それで不法滞在という形で滞留しかからない人がたくさんいるわけです。そんなことが、なんか犯罪の温床になるかのような、そういう考え方、これが、まあ、入管が宣伝から、公安、治安の目的で、できているというところにもつながるわけです。ですので、ぜひ、来週、強行採決される可能性が、危険性が高まっている中で、国会議員に、反対の声を私たちは届けていきます。ということで、ぜひ皆さんも、できることを、ぜひやっていただきたいということで、もう8時過ぎましたので、今日はお開きにしたいと思います。じゃあ皆さん、お疲れ様です。駅前の皆さん、大変お騒がせしました。Thank you.